秒で片付けてやるよ。そう簡単に大将とやれるわけないでしょ。再び燃え、あれ気づいちゃった、竹光じゃなけりゃ即死だったのよ。ない、姫か、止めんじゃねえぞクイーン。こいつらにスポーツと喧嘩の違いを教えてやらねえとな。どうしました、またあのつまらんクイズを出すつもりですか。さあ攻撃してきなさい。花か、そのつもりだよ。アレックス、よそ見してると君もああなっちゃうよ。一人脱落、次はお前の番だぜ。どうした、威勢がいいのは最初だけか。ワルス、お前よう、盛り上がってんじゃねえか神崎。おい、緩んでるぜ。やれやれ、本気とかキャラじゃないんだけど。ほらどうした、ビビってんのか。さっさとかかってこいや、おら五星あたりまでぶっ飛ばしてやるからよ。邪魔な、殴った。面白そうなことやってんじゃねえか、俺も混ぜろよ。道場で、どいつが俺と遊んでくれるんだ。てめえか、てめえか、それともてめえか。ま、なんなら全員まとめてってのもありだぜ。待ち、残念やけど喧嘩ごっこは終わりや。あかんで、こんなんしょうもない。てめえが大将か。行くぜ。出雲さん、怖いな君。くなあ、ほら冒険。痛えじゃねえか。全然聞いてない、嘘だろ。ダメ。やれやれ、みんな血の気が多いな。ちったやる気になったか。せやな、喧嘩やのうて試合やったらいつでも。ただし試合の死は死人の死。今一瞬彼を中心にものすごい風が吹いたような。